カバガタ駆逐艦は日本海軍の二等駆逐艦の艦級である。同型艦10隻。第1次世界大戦への参戦により、概要で作戦活動が行える艦が必要になった日本海軍が急遽建造した中型駆逐艦である。日本海軍で運用されたもののほか、本艦型をもとにフランス海軍が発注したアラブ級駆逐艦が12隻建造されている。 第一次世界大戦が勃発した時、日本海軍の紅葉型駆逐艦は一等の海風型二隻、二等の桜型二隻の四隻しかなかった。このため1 9 1四年八月二十三日のドイツへの宣戦布告から五日後の八月二十八日に、海軍大臣は臨時軍事費による駆逐艦十隻の建造を要請、帝国議会で承認され、九月九日には、 天皇の採火を受けた。予算は大正3年会計年度のみであり、翌年春までに全館春工というスピード建造であった。このために海軍交渉4カ所特区間建造経験のある民間造船所4カ所を総動員し、横須賀海軍交渉と呉海軍交渉では浸水工事の手間を省くために監督内で建造を行い、また川崎造船所と 三菱長崎造船所では二隻同時に並行建造を行った。工事は最優先で機関や偽装品も順調に納入され、全艦機構から5ヶ月以内に竣工した。一番早く竣工した横須賀海軍交渉建造のカバの場合で機構から105日で竣工した。このような急速建造が可能となった要因の一つとして、 工述するように機関にレシプロを採用したことにあった。これは戦時型の駆逐艦には量産に適した機関の選定が重要なことを示している。なお十隻の建造費は予算1,057万円余り、実際の支出額は9898,563円だった。基本計画番号 F23。設計は 急速建造に対応するために桜型駆逐艦の図面を流用し、一部改正のみに留めた。船体も同一であるが、後日の期間の改正のほか、桜型が計画排水量600トンから桜の実際で80トン増となったことから、各部の重量配分を改め、計画排水量を665トンとした。手記は桜型と同一のレシプロ3機3軸。 主艦は桜型が異号漢本式管5機のところ、後部の2機は初採用の露合漢本式管とし、全部の3機は大型の露合漢本式管2機に変えて、管を1つ減らした。管1機分の余った、機間前方スペースは重油タンクとして重油60トンを増の思考続力を増大、また重油タンク上部は純視管室とされて居住性が多少改善された。 外観上は、ボイラー改正のため3本の煙突すべての太さ、間隔が違うのが特徴になっている。なお一部の艦では、竣工後に重油タンクからの漏えいが見つかっている。兵装は桜型と同一で、艦首看板に 12cm 砲一門を搭載、突撃時の敵駆逐艦制圧用に前方火力を重視している。 8cm 砲は2番煙突の左右に1門ずつ、3番煙突後方の1段、高いプラットフォームに1門、5甲板に1門の、K4 門を搭載した。魚雷発射管は、全部マスト直後と、後部マスト直前に、連装発射管を1機ずつ、K4 門を搭載、予備魚雷は、全部用4本、後部用2本となっている。5甲板には後に連携機雷である1号。 平四つ型の布設軌道が設置された。本型10石のうち、カバ、霧は、桜型の、桜、立花と、第21駆逐隊を編成した。他の八隻は、風、カツラ、梅、クスノキで、第6駆逐隊サカキ、カシワ、松、次で第7駆逐隊を、編成。1916年秋から1917年初頭に、シンガポールに、進出。 ついで同年4月には地中海に進出し戦団護衛の任務に就いた。うち、坂木は同年6月11日にオーストリア潜水艦に雷撃され艦首切断、戦死者59名負傷者16名を出す被害を受けている。1932年4月1日、全艦揃って除籍された。日本と同じく連合国として第一次世界大戦に参戦していた。 ものの、日本土や欧米の連合国が戦火に見舞われ、建造能力が限界に達していたフランス海軍も日本日本型を発注し、1917年に12隻が建造、引き渡され、アラブ級駆逐艦としてフランス海軍で運用された。基本的にカバ型と同型であるが、核部構造の強化、偽装の改善などで、排水量は690トンに増大した。 兵装は3番煙突工法の 8cm 砲一門に変えて 8cm 広角砲一門を搭載している。建造は海軍工渉4カ所に加え、川崎造船所と三菱長崎造船所で2隻ずつ行い、全艦半年余りで竣工した。工事の監督は日本海軍が行い、ポートサイドまでの開港も日本海軍の上院が行って、フランス海軍に引き渡された。 カバ型駆逐艦10隻のうち8隻はそれぞれ4隻ずつ駆逐隊を編成した。カバキ霧は桜型駆逐艦からなる第17駆逐隊に編入され、17× かけるは西根性部隊となった。17× かけるについては第17駆逐隊の項を参照。佐世保守府隻の坂木、柏・は松、杉で編成。 死のの目が宅逐艦からなる仙台が明治45年2月1日に解体されて以来の2代目第11駆逐隊となる。大正7年4月1日、スケチンの駆逐隊は第21第30までの番号に揃えられたため、第23駆逐隊に改称した。大正14年11月5日、横須賀陳府に転出し、神風が宅逐艦からなる仙台が、 所属艦の総改定への転籍に伴い、大正13年12月1日に解体されて、以来の5代目第7駆逐隊となる。昭和6年10月31日、吹雪型駆逐艦がケボノが竣工し、第7駆逐隊は、アケボノ以降に竣工する吹雪型駆逐艦と交代することになり、この日をもって、カバ型駆逐艦は駆逐隊より離脱した。 所属部隊と所属駆逐艦の編成は以下の通り、各艦の艦歴は各艦の項目を参照。佐世保鎮主布石の替えで、カツラ、ウメ、クスノキで編成。雷型駆逐艦、シノノメ型駆逐艦、赤月型駆逐艦からなる仙台が大正3年12月1日に解体されて以来の2代目第10駆逐隊となる。大正7年4月1日、 スケチンの駆逐隊は、第21第30までの番号に揃えられたため、第22駆逐隊に改称した。大正14年11月5日、横須賀陳守府に転出し、神風型駆逐艦からなる仙台が、所属艦の除籍に伴い、大正13年12月1日に解体されて、以来の三代目第6駆逐隊となる。所属部隊と所属駆逐艦の変遷は、以下の通り、 各館の館歴は、各館の項目を参照。第11駆逐隊、第1小隊戦闘商法アジ歴、レファレンスコード、C100 億868000。ありがとうございます。